はい、どうもいらっしゃいませ。COD キャバクラへようこそ。オーナーのバーミロンです。本日からね、開店。はい。え？化け物しかいない？そういう店なんで、うち。はい、ということで、今話題の〇〇キャバクラに触れていこうと思います。そして、多分この界隈にもできるかもしれません。もしかしたら気をつけましょうということでね。まず事の発端はですね、こちらちょっとね説明が長いので、まあね、オーバーウォッチ、まあ、OW に OW キャバクラというのができてですね、ね、有料でオーバーウォッチお酒代わりに女の子を楽しむことをコンセプトにしたアカウントと思われね、下にね利用目的とか書いてありますが、ね、寝落ち相手欲しい時とかね、はい、これがバンされたというねお話があるんですけど、まあここまでね見たらまあよくあるよくねえか全然よくあることじゃないんですけども、まあ、速攻でバンされて終わったんですけど、これはそういうアカウントが現れたんですよ。 OW キャバクラっていうね、有料で女の人と一緒にオーバーウォッチをしながらね、通話できるっていうね、まあアカウントができて、次に、はい、APEX キャバクラとか、LOL キャバクラ、バロキャバクラとか出てきているらしいです。これですね、APEX キャバクラのアカウント。ね、こんな時に利用してくださいとか、いろんなことが書かれていますね。はい。はぁ、すごいっすね。これは。いやぁ、今時こんなの現れるんだということで、まあね、去年もなんかバロで、ディスコでなんか、ね、異性同士でディスコ合バロ合コンみたいなね、もうね一時期話題になったりして、いや本当に飢えてるんですね、世のオタクさんたちは。本当に世のね FPS してるオタクさんたちね、 FPS に限らず LOL も作られてたんで、世のねオタクさんたちはやっぱり出会いがないということで、こういうのも流行ってしまうわけですよ。はい。でね、まあそのね、オーバーウォッチの方は赤バンされたんですけども、まあ、他のねゲームは多分まだされていないのかな、LOL キャバ、LOL キャバクラ、COD じゃない、APEX、バロとかね、いろいろあるんですけども、まあね、いろんなね、店舗が、いろんな店舗がね、開店してるということでね、まあね、興味のある方はね、ご利用してもいいんじゃないかしら。語尾が女の人みたいになってしまいました。まあ、僕もね、一応キャスト気分ということで、COD ね、キャバクラがね、できたら、キャストで働きます。はい。キャストで、客じゃなくてね。はい。ということで、まあね、まだできてないっぽいかな。うん、COD キャバクラはまだ。多分できるんじゃないかな。いや、でも、数ってるからできないか。まあ、でもね、この COD キャバクラもね、いろいろ言われてて、COD キャバクラとかいう悪夢やってほしい。COD キャバクラよりエペキャバクラの方が女の子可愛いです絶対わら言われてますよ皆さん。はい。 COD やってるね、まあ、女の人は、まあ、ブサイクだと言われてます全員。はい。おばさんしかいないと言われてます。まあ、実際そうですね多分。やっぱりねちょっと COD はまあね今ね、まあ、男比率の方が圧倒的多いと思うんですよ。COD ね、前世紀の COD はまあそこそこいたけど、今のね COD ってもうほぼ男なんで、しかもその中に紛れてやっている女の人は、まあ、ごくごく少ない。しかもそこでね、ね、容姿が優れている人なんて言ったらまあ少ないでしょ。しかも大昔からあるゲームなんでね、いやもし COD キャオクラが開催されたとしたら、まあ本当にこのコメント通り、悪夢になることでしょうね。はい。まあね、このね、〇〇キャバクラ、まあ、いろんな人がね、やってるんですけど、まあ、ガチで出会いを目的とする人もいれば、まあ、ほとんどは多分ネタでね、一回ぐらい利用してみようかな、みたいな、ね、人が多いと思うんですよ。ね、なぜならゲーマーはオタクで、ね、金が有り余ってるから、はい。ね、で、いくらするんだろうね。いくらするんだろう。まあ、結構な金額するんじゃないかな、キャバクラという名を使ってるなら、はい。まあね、でその界隈の女の人を呼んでなんですけども、まあ、顔なんて関係ないんで ね、キャストはキャストの方はもう声だけね、ババでもな、声作ってね、キャストになれるんで、現実のキャバクラとは違ってね、容姿が優れてなくてもできる。それはキャストの方にもやっぱり夢があるのじゃないかなと、チヤホヤされるしね。はい。まあ、COD キャバクラはまあ開かれないと思うけどな。まあキャストがいないでしょ、まず。ね、ただでさえ日本人少ないのに、ね、キャストがいないと
飛ぶんだよな。まあもし開かれてもね、皆さんあんま利用しないことですね。はい、本当にもうね、地獄あんま言い過ぎるとあれなんですけど、本当に地獄みたいな地獄みたいなね、まあね、声だけならあれかもしれませんが、まあ本当に地獄みたいなことになると思うんで、COG キャバクラなんか一番地獄ですよ。 COG キャバクラ悪魔悪魔、本当に他の会話なんて比じゃないよ。 COG キャバクラなんか悪魔で悪魔、本当に。まあもし開催す、回転されたとしたら、やっぱりね、 COG 詳しい女の人じゃないとやっぱりダメだよね。キャストの人じゃないと、ね、ただ声が可愛いとかじゃなくて、ちゃんと COG 詳しいみたいな。例えばなんか、例えばね、まあ過去作のね、AW における、理論上最強武器といえば、あれですかね、ARX ホールパンチャーですかね、ってぐらい、こんぐらい、うん、こんぐらいのキャストじゃないとやっぱり納得いかないかな。うん、やっぱり COD を詳しくないと、まあね、会話も弾まないし、まあ実はね、これ系のね、出会い目的みたいな感じの FPS ゲームは COD が初めてだと思うよ。ぶっちゃけ昔の COD は結構出会い値が多くてね、多分 COD がね、その頃めっちゃ流行ってたから、まあその分だけ人数が多かったんだろうけど、めちゃくちゃ多かったっすね。俺なんかサイヤックっていうねやつやってたんだけど、それでも女の人結構多くて、でね、なんかね、一緒にやってたフレンドが女の人、まあ、ネット彼女ですね、ネット彼女を連れてきて、まあね、ちょっと一緒にやらせてくれということで、5人でやるゲームなんですけど、まあめちゃくちゃ弱いんですよ、女の人。女の人が全員弱いとは思わないけど、その人めちゃくちゃ弱くて、でね、いつもは強いそのフレンドもあれなんですよ、その女の人に合わせてキルしないんですよ。まあ、サーチ&デストロイで8ラウンド先に取った方が勝ちっていうね、まあ、最悪っていうやつなんですけど、まあそれで、まあね、そのフレンドはいつもね、まあ、10何キルぐらいしてね、結構強いフレンドだったんですけど、まあ、そんな女の人が、まあ、0キルで、その男も0キルなんですよ、なぜか合わせるんですよね、はい、1人だとかわいそうだから、まあ、その時0キルっていうのは、まあ、ハゲだとか、まあ、0だからさ、丸いじゃん、丸いイコールハゲみたいな、ハゲたとか、で卵とかゆで卵で怒ってたら、でキルできなくて怒ってたら、ね、ゼロキルで怒ってたら、まあ、ゆで卵みたいなね、はい、温まってる卵ということで、ゆで卵みたいな、ネットスラングみたいになってたんですけど、それでね、なんかお互いゼロキルで、一緒の卵だね一緒の卵じゃん殺されてんのかお前ら、マジで思いました、その時は。本当にね、ゼロキル2人ってどうやって勝つね本当にそういうね、思い出もありますが、まあ、他にもね、なんか BO3 の時に、なんか SR2-on-2、そのなんか女の人が多いのって SR2-on-2、3-on-2 とかなんですよ。なぜか。うん、まあ多分囲われたいんでしょうね。でそういうね、なんか 3-on-3 とかで、なんかキルできなくて、ね、3-on-3 か、その時は。これ IW の時も俺動画にしたんだけど、3-on-3 で、女の人が1人だけキルできる予定で、男が味方2人いるわけじゃないですか、3対3だから。でその男2人が、結構その男たちは結構大会の上位の方の今優秀なプレイヤーだったんだけど、ね、一緒にね、その泣いてる女の子を、ね、大丈夫だよ、そんな、まるまるさん大丈夫だよ、みたいな、ね、本当に気持ち悪いなと、今の俺の声も気持ち悪かったって、いやでもこれね、誇張してないから、こんな感じだから、本当に、スカチャで寝落ち通話とか募集してたやつ。COD でスカチャで寝落ち通話とか募集してるやつ、マジで、まずはこの声だから、マジだ。はい、男も女もハモ太郎ボイスということで、皆さんもね、気をつけてください。ろくなことにならないんで終わります。